昨日、全国で確認された新型コロナウイルスの新規感染者は2万9800人余りでした。東京では2日連続で前の週を上回りました。東京都で昨日、新たに確認された感染者は4,544人で、先週月曜日から689人増えました。都内では今月に入り、 前の週の同じ曜日よりも感染者が減る傾向が続いていましたが2日連続で前の週を上回りました都の担当者は都内の桜が満開になっていることから人が集まる場所や時間は感染拡大につながるので避けてほしいと話していますこのほか神奈川では3525人埼玉では3279人大阪では1140人 福岡では1504人確認され全国では2万9880人となりました。